と抜けた。なんだ今の。気持ちいい。やっぱ先出ししちゃうと負けがほぼ確定しちゃう感じするよね。今日はちょっとね、時間とやる気がなくて、こういう対戦動画にしてます。すいません。この中盤で謝るスタイル。おー、かっこいい。しかも先出しで勝ったかな、今。今、マット見のボロっすね。紹介動画と、で悪かったけど、やっぱ使えるわ。シュートが下手。かっこよすぎだろ。やっぱハマりそう。マットミノボロス何枚か欲しいな。いやね、ゼノエクスカリバーと同じ勝ち方の気持ちよさを感じるね。ああ、こんなバカな。うわ、何があった今。今ジェール勝ったと思ったんだけどな。やっぱジェールも強いねって言おうと思ったらミノボロスが勝っちゃうっていうね。かっこよすぎるよね。耐える、耐えるね。うわ、強くね、マットミノボロス。で、どんぐらい跳ねるのこれ、単体でやったら。あんま跳ねないね。微妙。でも結構跳ねるわ。思ってる跳ねる。楽しいね。シュートが下手。強すぎるだろ、マジで。マットミノボロスが強すぎる。おー、久しぶりに勝ったわ、ジェイ・ヨルムンランド。シュートが下手。
お、2連チャン。うわ、強烈だね。やっぱでも扱いは難しいね、マットミノボロスは。